東京都で今日新型コロナウイルスの感染者が新たに678人確認され、過去最多を更新しました。都内で今日感染が確認されたのは678人で、今月12日に報告された621人を上回り最多を更新しました。年代別では20代が184人と最も多く、重症化リスクの高い65歳以上の高齢者は94人です。 重症者はきのうより9人減って69人となりました。